教頭のテルか？あ、お前、あいとこのヒロシ。東大一家の島内にあるおにぎり屋さんのご主人だ。腐ったみかんみたいな連中なんですよ。父さんとよくおにぎり食べてたんです。俺が昔惚れた女が純子。うちの娘に何か？今なら許してやるから謝れよ。あれ、慎吾？警察舐めてんじゃねえぞ。みんなとてめえこの野郎やるのか。あら、上等だよ。